ビワインド TV をご覧の皆様、こんばんは。ビワインド渋谷店店長のテリーです。こんな感じで3回にわたってですね、出させていただいて、ビワインド渋谷店2019年1月に移転をしますという話をさせていただきました。ですね、今日はですね、移転の場所、そして移転のスケジュールについてお話しさせていただければなと思って、また出させてもらいました。皆さん、見えますかね？実はここ、新しい場所になってます。1.5 倍くらいの広さになります。どれくらい広いかっていうと、はい、テキサスカウボーイできるくらい広いです。はい、そしてですね、場所なんですけども、実は同じビルの中で移転をします。今は3階305号室なんですけども、実はここはですね503号室になってます。同じビルの中で、ね、2階だけちょっと上の方に上がってしまうんですけども、広さ 1.5 倍になりますんで、より広いスペースで、そして、より多くの品揃えで皆さんをお出迎えできればなと思っております。そして移転のスケジュールなんですけども、今、北谷マンション3階での営業はですね、1月7日が最終日になってます。そして10日間ほどちょっとお休みをいただいてですね、1月の19日、土曜日にリニューアルオープン、そして移転オープンですね、させていただければなと思っております。年内はですね、12月29日、ですね、土曜日まで、そして初売りは、1月3日からになっております。福袋も渋谷店独自の福袋でたくさんご用意してますんで、ぜひその辺も遊びに来ていただければなと思います。2018年ですね、本当にたくさんのお客様にご来店いただきました。そのおかげで、こうやって移転先もね、見つかり移転もすることができと思っております。2019年もですね、リワインド渋谷店変わらぬご愛顧のほどよろしくお願いいたします。それでは、まあ、年内まだたくさんやってますんで、時間ある方は渋谷店ぜひ遊びに来てください。バイバイ。